Oh,
くもう自分のね思ってることを伝えるための一つのツールとはあるんですけど、もう本当に多分俺の中でいろいろやりたいことがあって、それが全部できる場所っていうのがこう獅子なんじゃないかなと思っていて、楽しむっていうことがまあ、ファンの方とかね、まあ、ライブ音楽を聴いてくれてる人と一緒にできる、そして感動するっていうことも一緒にできるってい こう自分がこう伝えていきたい思いとか共有したい思いっていうのを全部できるのがこの獅子っていうバンドなんじゃないのかなって思ってます。僕にとっては初めて組んだバンドなんですよ、実質なので、まあ、本当に歌い手としての知識が全くないまま、始めて、この獅子で、まあ、歌い手松田栄作が、できたと僕は思ってて、まあ、全てを作ってくれた場所というか、これからの、まあ、俺を作ってくれるのも獅子だと思ってます。そう思ってやりたいなと思ってます。まあ、2009年の9月か、9月でオーディションライブを受けて、その時には渋谷街道で初めてライブやったんだけど、まあ、そのオーディションライブをやった時に、あ、もうこう絶対ワンマンライブやりたいなっていうふうにもメンバーでずっと話してて、それがやっと決まって、いや自分にとってすごいその勝負の場であるとなっているので、もそこはもうガチンコで決めたいと思います。今までライブハウスでやっぱライブをずっとやってきたので、自分たちの音楽ってどうなんだろう、通用するのかな、いいって思ってもらえるのかなっていうのをこう試す最高の場所じゃないですか。なのですごくワクワクしているし、渋谷公会堂ライブを大成功させるために頑張ろうと思っております。まあ獅子は始めて5年、まあ、いろんな人に助けてもらってて、本当にお世話になった方がたくさんいるんで、まあ今までで一番いい歌を届けるのは当たり前だし、いいライブをするのは当たり前なんだけど、あの獅子の渋コンライブ良かったよねって見に来た人に思ってもらえるような、そんなライブにしたいなと思います。感謝の言葉、今までありがとう。ボーカルの松田栄作です。ギターの原聡です。ベースのしめちです。ドラムの佐藤君子です。そんな僕たち獅子ですけども、4月12日土曜日にですね、渋谷公会堂ワンマンライブやらせていただくことになりました。はい、デビューのきっかけとなったオーディションで演奏したのも渋谷公会堂という場所でした。あれから、何年も経って成長した僕らの姿をあの時から応援してくれている皆さんとか、ここまでに出会ってきた皆さんにぜひ見ていただければなと思います。頑張るのでぜひ応援よろしくお願いします。はい、ぜひ4月12日土曜日渋谷公会堂、皆さん来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。